はいどうも、まさしみゆーチャンネルです。今日はですね、視聴者さんからいただきました小ネタバグ検証をやっていきたいと思います。俺も今年はこの小ネタ系をやるとき服を着替えようと思って、今日はなんか全身黒コーデにしてみました。どうですか？はい、そして今日のお相手はいくみちゃんですね。この間出した動画もそうなんですけど、今年はちょっとなんか違うシリーズのキャラクターとかをね、なんかコラボとかさせれたら、そういうお話作れたらいいなとか思ったりしてますので、まあ皆さんもぜひぜひなんかどのキャラが出てるかなとかで判断するよりね、動画見てもらって、あ、このキャラ出てるんだとかで楽しんでもらえればと思います。ハグしときます。てなわけで早速いろいろやっていこうと思うんですけれど、まずね、またアップデート後に変わってたものがね、ちょくちょくあるみたいなんですよ。で、それちょっとね、意見が多かったやつをまず、今から確かめに行こうと思います。まず一つ目はですね、なんかね、バレエの衣装がね変わってるって結構ね来てたんで、ちょっとそれ見に行きます。はい、体育館来ました。このそう、踊ってるバレエで、女の子、男の子じゃなくて女の子の方のね衣装が変わってるらしいんで、あ、じゃあこのココちゃん、ちょっとココちゃんをちょっと止めて、はい、ちょっと見てみましょうか。はい、で変わってるところが、いや、ちょ、邪魔邪魔ね、変わってるところがそう、ここのね、まあ胸元らへんのここなんかハートの形してんのかな、ちょっとわかんないけど、はい、そのね、多分色がまあ濃くなってんのかな、多分前より濃くなってるっぽい。うん、なんかね、比較のやつ出そうと思ったんだけど、バレエの衣装をさ、俺使ってなさすぎて、ちょっと比較するにはね古すぎる動画ばっかりだったんで、ちょっとあれなんですけど、多分ね、なんかね色が濃くなってるんだと思う。で、さらに、男性の方の男の子の方のジャージの色もね、同じような感じで変わってるっぽいんだよ。ちょっとじゃあ見てみますね。あー、確かに言われてみれば変わってる気すんな。これもあれ、色合いがちょっと濃くなってんのかな。こんなにさ、まじまじなんかジャージのさ、服の色とかをさ、あんま見たことないから、一瞬わかんないけど、確かに変わってる気がする。どうでもいいけど、この菅たけるくん、よくトムくんに間違えられること多いんですよね。まああとね、学校のこの車もなんかね、ちょっと変わったらしいんですけれど、いや、これ変わってないと思うんだけど、どうなんだろう、これもなんか色変わってんのかな、ちょっとなんか光沢がなんかあれなのかな、変わってんのかな。なんかね、まあさっきのさ、バレエの衣装とかジャージの色はね、本当に変わってるわ、きっとってか本当に変わってる。色がね絶対濃くなってるから、まあちょこちょこね、こうやってアップデートで微妙にね、本当に色が変わってたりするんで、まあ皆さんもなんか気づいたことがあればぜひぜひ教えてください。で、これも一つ、ちょっとした小ネタというかね、もしかしたら意外と皆さん知らないんじゃないかなっていうネタなんですけれど、このバイクあるじゃないですか、最近ね追加されたこのお寿司屋さんとか、あと普通に家に置いてあるバイク、これって修理工場で普通に、これも色替えできます。はい、こんな感じで、はい、色替えできますので、まあもしね、なんか既存の色が、元の色があんまり気に食わない人は、ぜひここでちょっと、色替え楽しんでみてください。はい、そしたら次の小ネタバグ検証なんですけど、猫羊のネタいきます。猫羊のね、ちょっとまあ誰でもいいや。じゃあこの、マリカちゃん、最近俺も使い出したマリカちゃんをちょっと、ここいたらちょっとまた誰かが押してきそうだから移動させて、でネタなんですけれど、この猫羊のこの表情、まず表情あるじゃないですか、キャラ編集で表情で、これなんかガーンってなってるやつ、ガーンってなってるやつって言い方があれやねんけどさ、ちょっとここね、ちょっと暗くなるやつ、はい、暗くなるやつで、あ、もう見えました皆さん。ちょっと今もうネタバレしちゃったんですけど、一瞬ほら、はい、こんな感じで、こうなぜかね、ほら影がね映るんすよ、こう猫羊のこのね、そう、なんて言ったらいいの、表情ちょっと暗くするというかね、怒ってるようななんか表情にしたら、ほら、これはね、ちょっとね、俺も知らなかった。いや、なんかさ、ちょっとなんでだろう、別に何もしてないんだけど、ちょっとセクハラしてるみたいな気分になっちゃってるけど、大丈夫これ大丈夫そう。いや、もうその表情にしたら確実にもう確信犯やろ、もうなんかやってるやろお前。
はい、次なんですけれど、なんとね、まだワープネタがあったんですよ。そう、ワープネタというと、まあ皆さんもね、もう小ネタ爆検証結構いろいろ見てる方ご存知かと思うんですけれど、まあ例えばタイヤにさ当たったりしたら、なんかどっかワープしに行ったりとか、なんかそういう系のやつ。はい、それがまだね、まだちょっとね見つけてないやつがあったみたいなんで、ちょっとそれをね紹介したいと思います。で、それがここの着替えるところ、今ねもう来ちゃってるんですけど、この着替えるところ、まあ女子でも男子でもどこでもいいんで着替えれる、ところに来て、で小道具でですね、座布団でも何でもいいんですけど、正直座れるやつだったら、まあ座布団でいいや。座布団をねここにかぶせるように出します。はい、ここね着替えれるところにかぶせるように。で、まずこれで、座布団座ります。じゃあ座ったら、ほら着替えるね、ここの着替えるところと被ってるんで、着替える、コマンドが、出ます。はい、てか出るようにしてください。はい、でこれでなんとね、何でもいいんですけど着替えると、なんとなんといきますよ、せーの、ピッ、はいまさかのここにワープするっていうね。いや、まだあったかワープネタね、結構やり尽くしたと思ったんですけれど、まだあったんですよね。で、ちなみに今のって、まあ、座布団でやったんですけれど、おそらく、ね、試してないけど多分ね、どれでもできる気がするどれでもできる。じゃあ、例えばじゃあ椅子にするわ。まあ座れるやつの方がいいと思う。はい、あっちの椅子に座って、で、まあこれ自分でこうやってずらした方がいいかな。ちょっと微調整して、と、はい、で多分ね着替えるをしたらおそらく飛んでいくと思う。せーの、はい、ほら、はい、こんな感じではい、まあよかったらみんなもねやってみてください。それで、今ね教えた小ネタのちょっと応用編なんですけれど、これまたちょっとね面白いものをね教えてもらったんで、ちょっと皆さんにも共有したいんですけれど、この、何でもいいんですけど、まあ天使の羽、これ今天使の羽つけてるんですけど、まあ羽はねタイトル画面のコスチューム変更からねつけれますので、まあそれつけてほしいんですけれど、で天使の羽をつけて、でまず、座布団、まあ座布団分かりやすいんで座布団用意します。で座布団でですね、一旦ちょっと大きくなります。大きく、まあこんな感じでちょっと、まあ大きめにするか、じゃあこのぐらいちょっと拡大させて、はい、拡大させて、まあこんな感じちょっと大きくして、はい、まあこんな感じでさっきとね同じように着替えるところにね、この、座った状態で、このアクションを、重ねました。はい、それで、まあさっきとマジで同じように着替えるとですね、なんとなんとちょっと面白いこと起きちゃうんですよ。まあ何でもいいんですけれども、どうしたかな、まあ冬服にするか。じゃあいきますよ、せーの、ポチッ、はい、押した。じゃあね、さっきと同じようにここにワープして、なんと羽がそのまま大きいんですよ。ほら、大きい状態のままなんですよ。いや、これちょっとなんかすごいよね。ほら、かっこいい。これちょっとなんか中二病、なんかくすぐるようなね、見た目になってますけれど、ちょっと飛んでみよう。はい、飛んでみましょう。わ、すげえ。なんか、あ、え、ちょっとなんかあれじゃない、怪物怪物って言ったらダメだ怪物はダメですよね。いや、でも天使にしてはちょっと羽がでかすぎる気もするけど、ちょっと男の子の方でね悪魔の羽をつけてみたんで、ちょっとこっちでもねやってみます。はい、まあ同じように大きくして、まあこのままじゃスライドさしゃいいんだよな。これが一番早いわ。ほら、こんな感じで、着替えましょう。何でもや、せーの、ピッ、はい、こんな感じ。うおー、すげー、え、かっけーんだけど、かっけー。いや、でもさ、なんか羽大きくしただけですげー違うゲームに見えんな。もうこれ桜スクールシミュレーターじゃねえもんこれ。はい、今回はこのぐらいにしておきたいと思います。またですね、小ネタやバグ検証の情報がございましたら、YouTube のコミュニティ欄の方か、まさしみの Twitter の方にどしどし、送ってください。まさしみ Twitter のはですね概要欄に載せてますので、気になる人はそっち飛んでみてください。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。
動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。